おはようございます。おはようございます。モークさん、おはようございます。トボさん、マリちゃん、おはようございます。今日は、7月19日金曜日ですね。今日はね金曜日、朝の電動放送です。今日はやや蒸してますね。姫さん、ハレリア、今日は少し蒸して、まあ暑かったとも言えるかもしれませんね。昨日の夜はちょっと暑かったですよね。昨日の夜ちょっと暑かったです。まあ、納豆さん、おはようございます。のりとまさん、おはようございます。でも、まあ、雨が降ってないので、まあ良かったですね。ゆうさん、ハレリア、のび太さん、そうですね、まず、今日の、きのこ公園きのこ公園ですね。静かなきのこ公園、で、まさにですね、まあ、きのこ公園で名付けたんですが、まさにきのこがなってますね。お見せしましたね。こういうきのこですね。こういうきのこ、これはカラスの、これカラスの羽ですね。カラスの羽、そして、ここにもキノコね。これちょっと種類が違うかもしれませんね。スネピさん、おはようございます。そしてですね、ちょっと変わったキノコ、ここにもキノコ、それからこういうキノコですね。これ随分ちょっとグロテスク、どんな格好してるんでしょうね。あ、こういう格好してるんですね。ちょっとグロテスクなキノコですね。はい、はい、それではですね、今日のタイトルは、しょっちゅうタイトルにしていますが、パワハラですね。パワハラというタイトルのしょっちゅう、タイトルにしていますけど、しかしその、中絶反対運動を今週の月曜日しました。で、中絶もですね、結局人間の罪を理解するために、とても神様が中絶を通して、あなたは自分の子供を殺すような罪があるよ、あなたは自分の子供を殺すような罪があるよ、あなたは自分の命の方が大事ですかと問いかけてます。アイポンさん、サミヤさん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。で、今日はパワハラですが、パワハラもまさにパワハラというのは、人間の罪をとてもよく表していることなんです。神様が今このパワハラという問題を社会に、提示しているのは、まさに神様が、パワハラを通して罪を知りなさい、罪を理解しなさい、ということなんです。ですから、私たちは、パワハラというものをよく理解しなければなりません。そして、そうですね、まあ、何から説明したらいいでしょうか。まあ、セクハラもパワハラの中に入っていると思いますし、
虐待も、ね、幼児虐待もパワハラの中に入ってると思います、よく何でしょうか、赤ハラって知ってますか。赤ハラっていうのはアカデミーハラスメントで学校のパワハラですね。学校のパワハラも赤ハラ、いろんなパワハラがあるけども、モンスターカスタマーとかね、モンスター、ペアレントとか、そういうのもですねパワハラの一部ではないかと思います。ですからあらゆる社会現象の中で、あらゆる社会問題の中にパワハラというものが、とても、その中心的な問題だということです。中絶もある意味ではですね、中絶もパワハラと言えるでしょう。パワハラによって、その赤ちゃんが殺されている、もちろん暴言暴力もパワハラと言えるでしょう。その相手を言葉でよって傷つける、相手を暴力によって傷つける、まさに暴言暴力こそパワハラと言えるでしょう。そうですね、あとは何があるでしょうかね、いろんなパワハラがあります。そうですね、イランがですね、面白いこと言いましたね。イランがですね、そのイランがアメリカの経済制裁のことをテロと言ったのかな、アメリカの経済制裁のことを経済的テロとか言ってましたね。まさに、それはテロになるかどうか私はちょっと今わかりませんが、少なくともテロはパワハラだと思いますね。テロも一種のパワハラです。つまり暴力ですよね、暴力。ヒロさん、キューちゃんは何時間毎日睡眠をとるようにされてますか。9時に寝て4時に起きますから7時間ですね、7時間。サミヤさん、毎日神様に感謝してます、アメン。太平洋さん、ハレルヤ。あ、匿名さん匿名さん、おはようございます。でも匿名だとちょっと読みにくいですね。もっと分かりやすい名前をつけてください。それではですね、早速タイトルに入っていきたいと思いますが、結局、多くの退職、多くの人は、パワハラによって退職する理由が多いそうです。退職する理由、転職する理由、それはほとんどパワハラだそうです。上司との関係が悪い、あれセブンイレブンだったでしょうかね、セブンイレブンだったかちょっとはっきり分かりませんが、その一番の問題はパワハラだそうですね、パワハラだそうです。じゃあちょっと皆さん、皆さんもですね、パワハラで会社を辞めた方が多いと思いますね。特にですね、特に会社のパワハラ、学校のパワハラも入れましょうかね、赤ハラですね。シャンさん、おはようございます。学校、会社、親の虐待ですね、親の虐待もパワハラに入れましょうね。 DV、 親の DV もこれパワハラです。ヒットさん、ハレリア。家庭、学校、会社でパワハラを受けたことがある人、手を挙げてください。家庭、学校、会社でパワハラを受けた人、受けた経験がある人、ももかさん、ゆうさんもパワハラを受けました。ヒロさんも、ポンさん、ヒットさん、カズさん、シャンさん、毎日パワハラシャンさん、毎日パワハラ。トモさん、
柿之助さん、彦さん、はい、まあほとんどの人がね、ほとんどの人がパワハラの経験がある、パワハラの経験があるということで、皆さんは、苦しんだと思います、傷ついたと思います。多くの人はその、パワハラの、心の傷、トラウマによって人生をがダメになり、そのトラウマによって人生が台無しになってる、それがこの社会、この社会だとも言えるでしょう。パワハラを受けた時だけではなくて、その後の、人生すべてがそのパワハラによって、傷ついていると言えるでしょう。そう、パワハラを受けない人はいないと思いますね。あいぼっちさん、無視してるわけじゃないんです。ごめんなさい。コメントがですね、いろんなサイトのコメントを読んでますので、雨が降ってきましたかな、ね。その特別に無視してるわけじゃなくて。目に留まって、読むコメントは、全部は読めないのでごめんなさい。ニコ生もですね、ちょっとこの、コメントが早くこう動くので、ちょっと、読みにくいんですね、ごめんなさい。ヒロさん、4時間で目が覚めてしまいます。疲れが取れなくて。神様祈ってから寝てみたら良いですか？そうですよ、ヒロさん。寝る前にですね、ぐっすり眠れるようにしてください。ぐっすり、熟睡できますようにって祈ってみてください。そうすれば寝れるようになると思いますよ。京アニ火災はテロですか？ごめんなさい、私ね、少ししか知らないので何とも言えないんですが、もちろん放火はテロですよね。放火。暴力ですね。暴力、テロです、まさに。はい、アキプーさん。あなたはどうすればよいとパワハラ問題。はい、これから話します。これからそのパワハラ問題を話しますが、ですね、パワハラ問題を理解するためにはですね、ちょっと下準備がいるんですけど、そうですね、会社とか家庭、会社、学校ではですね、リーダーがいてそのメンバーはそのリーダーに従うということが、組織ですよね。会社では社長とか課長とか部長とかがリーダーです。ちょっと降ってきたのでちょっと雨宿りしましょうね。雨宿り。会社ではですね、上司が、リーダーです。学校では先生がリーダーです。家庭では父親、母親が、リーダーです。そのリーダーがいてこその、社会です。しかし、リーダーには、いいリーダーと、悪いリーダーがいます。政治家もリーダーですが、あさって選挙ですが、いいリーダーがなかなかいなくてですね、リーダーとして、選ぶ政治家がいない、困りますよね。いいリーダーがいないです。ね。私ね、選挙演説を聞いてるとですね、なんかあまり大したこと言ってない。当たり前のことばっかり言ってる。ね、社会を良くしましょう。ね、子育てを応援します。労働者を
労働者のために頑張ります。なんかですね、意味のないことばっかり言ってる感じしませんか。当たり前のことばっかりね、暮らしやすくしますとかね、それから、何でしょうかね、いい教育を作りますとか、なんかこう当たり前のことばっかり言って本質が何も言ってないような、どうすれば、何が原因でどうすればいいかということを全く言ってないような気がします。つまり政治家はですね、社会問題の根本的な理由を知らないということですね。社会問題の根本的な理由を知らないし、また答えも持ってないと、そう言ってもいいぐらいだと思います。ですから、その公約がですね、あまりにもですね、なんていうかな、当たり前のことを言ってますね。そして、じゃあそのパワハラの問題に戻りますが、その悪いリーダーには従いたくないですよね。悪いリーダーには従いたくないし、まあいいリーダーだったら従いたいです。で、結局人間は罪人なので、まあ、悪いリーダーが多いと言えるでしょう。悪いリーダーには従いたくないわけです。ところがリーダーはですね、リーダーは何とか従わせないと仕事にならない。従わせないと、勉強を教えられない。従わせないと家庭がうまくいかない。そういう時リーダーはどうするかというと、まさにパワハラですね。つまり無理やり言うことを聞かせる、無理やり言うことを聞かせる、脅して言うことを聞かせる、いじめて言うことを聞かせる、まあそういう動機もあるんではないかと思うんです。言うことを聞かない人に対して、反抗する人、言うことを聞かない人、まあ従順な部下にはパワハラをしないかもしれないけど、まあ、不従順の部下、ね、何か上司に立てつくような部下には無理やり言うことを聞かせて、場合によってはですね、いじめてその辞めさせようとするとか、まあ、そういうですね、パワハラの本質はですね、力で人を、支配しようとするということがパワハラの、本質です。それが、暴言暴力になったり、それから、DV になったりするわけです。最近政治家とかタレントの、なんていうかな、暴言が、社会問題になりましたよね。まさにあれはパワハラなんですが、で、それはですね、アダムとエヴァが罪を犯して、罪を犯して、ね、エヴァに対して神様は呪います。あなたは苦しんで子を産み、夫を慕うが支配される。夫を慕うが支配されるという呪いなんです。つまり、罪の呪いのゆえに女性はですね、夫に支配されるというんですね。それと同じように、結局人間関係は罪の結果、力によって、支配し合う、力によって支配される、そういう社会になってしまった。その結果、競争とか戦争とか、競争とか戦争とか、ね、そういう力関係で、まあ、相手を支配しようとする、まあ、オリンピックもそういうところあるんじゃないかと思うんですね。オリンピックもですね、勝者が敗者に対してね、なんかこう、
なんて言うでしょうかね、誇るというか、私の方が強いんだ、私の方が早いんだ、ね、なんか勝者が敗者をこの支配するような、そういうやはり罪の影響があるんじゃないかと思うんですが、それでですね、次いきますが、つまり、パワハラの構造というのは、人間が人間を支配する構造だということですね。そして人間は、ね、悪いリーダーには従いたくない、皆さん従順というとね、なんか嫌なイメージがありますよね。人類の歴史の中で、従うの、従順なんなきゃいけないの、なんか先生に従順、上司に従順、親に従順、なんか私たちはですね、一般的にですね、従順っていうと嫌だ、従いたくない、ね、従順なんて嫌だ、皆さんそう思いませんか、そういうのありませんか、従いたくない、もうそんなの嫌だ、もうそんな人に従う嫌だ、皆さんそういう感じありますよね。まあそれはですね、悪いリーダーが多いので、ね、悪いリーダーが多いので私たちはもう従う、従順という言葉自体に、まあ、アレルギーがあるわけです。シャンさん、私のトップリーダーはイエス様、常にイエス様中心の生活、天国に政権政策は必要なし、それでですね、リーダーは、まあ、結論から言うとですね、良いリーダーは、愛でね、神の愛で、まあ、支配する。支配っていう言葉はあんまり良くないですけど、神の愛で支配する。まあ、それが本来のあり方なんです。で、神の愛がないと、神の愛がないと力で従わさせる。これがパワハラであり、スパルタもそんな感じかな、スパルタであり、暴力であり、暴言なんですね。暴言暴力っていうのは、力で相手をコントロールしようとすること。力で相手をコントロールすること。それが暴言暴力です。そしてそれは、その本質は何かというと、悪魔です。悪魔はもちろん神の愛はないですよね。悪魔はですね、神様に逆らったわけですね。神様に不従順。だから悪魔こそですね、反抗従わない原因、従わない不従順の心、まあ、神様に対する不従順が罪なんですけど、その本質は悪魔だということです。ルルさん、おはようございます。それでですね、結局世の中は悪魔が支配しています。世の中のリーダーは悪魔と同じように力で支配しようとする、力で支配しようとする、それがですね、それがこの世の構造です。この世の構造ですから、もうこの世があまりいい社会じゃないというのは、力ずくで支配されるから、力ずくで支配されるから、まあ、この世は楽しくない、苦しい、仕事したくない。力で支配されるんだったら仕事したくないですよね。力で支配されるんだったら勉強もしたくないし、社会の問題はそこなんだよ。皆さん分かりましたか。でもう答えも分かりますよね。答えは、力で人を支配するのではなく、神の愛で人を支配する。まあ神の愛で支配するっていうのはね、力じゃないので、相手の意思を尊重して、相手の自由意思の中で、相手がね、ああこの人だったら従いたい、この人だったら言うことを聞きたい、そういう動機があってこそ、それはいい関係なわけです。社会がそういうですね、力ずくでどうのこうの、するっていうこと自体が良くないわけですね。日本はですね、戦前戦中は力ずくで天皇崇拝させられたんですね。自由意志がなく言論の自由、
信教の自由がなく、力ずくで無理やりですね、天皇を神と思わさせられ、天皇を崇拝させられました。力ずくで、ね、国家権力で天皇を崇拝させるようにさせられました。これはまさに、パワハラですね、国家パワハラですね。国家パワハラ、北朝鮮も中国も、ね、国家パワハラですね。国によって国民は支配されている、無理やり支配されている、力で支配されている。それが北朝鮮、中国、ね、イスラム教の国々、これは、国家のパワハラです、ね。かわいそうですね。日本も若干そういうところはまだあるんですね。国家によって、無理やり強制されている。そしてですね、君が代、斉唱したり、国旗掲揚するのを、力ずくでさせられています、力ずくでさせられていますね。それはよくありません。ユウさん、今も見えない力で支配されていると思います。そうなんですよ、今もそうなんです。シャンさん、私が人間界で生きている間は有権者なので選挙は行きます。選挙もある意味ではパワハラでしょうか。選挙はね、選べるって意味では、もちろんそれは獣医師ですからいいと思いますよ。悪魔も神に従えばまた天使になりますね。いや、悪魔はもう可能性がないと思いますね。悪魔はもう悔い改められない。サミヤさん、ごめん、砂漠の電波悪いです。見たり聞いたりとても弱い。ああそうですか。サミヤさん、コメントだけはできる。電波が弱い。そうですか。あなたの解決方法をどのように有効的にする方法は。いい質問ですね、いい質問。じゃあ結論から言うとですね、パワハラというのは結局力の支配ということで、会社、学校、家庭、どこの、ね、集団でも、どこの集団、もちろんヤクザもそうだし、ホームレスの人たちの中でも、また刑務所の中でもパワハラがあるんですよ皆さんね。幼稚園でもあるし、保育園でもあるし、老人ホームでもあるし、どこでもパワハラがあります。それは力で人を支配しようとしている、罪の力、それがですねパワハラの本質です。そして解決はですね、私たちは人を、力で人を支配しようとしてはいけない。神の愛で、人を支配するというよりも神の愛で対応しなければならないということですね。ではどうしたらいいんですか。まず神の愛を、持たなければならないということです。そして、その今まで力で人を支配しようとしてきたことを悔い改めてやめることですね。力で支配してきたことを悔い改めてやめること、それがですね、それが答えです。では昨日父の頭をパコリと叩いてしまいました。はい、じゃあ悔い改めましょうね。じゃあ皆さん、しかし、私たちは権威に従えという言葉があります。私たちは悪いリーダーでも、反抗しないで従うのですね。それは神の栄光を表すために、悪いリーダーだから従わないとか、悪いリーダーだから反抗するということではなく、もちろんそれは信仰的なことは反抗しなきゃいけませんが、信仰に反しない限りは悪いリーダーにも従いなさい。それがイエス様の教えです。証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、
パワハラで苦しいんだけど、パワハラで苦しいんだけど、許すことができるようになった証し、イエス様を信じて、力で人をコントロールしようと思ったけど、そういうことをやめた証し、やめた証し、スタート。配信会でもパワハラありますよ。どこでもあるんですよ、どこでもね。いや、パワハラで会社辞めちゃいけないっていうことはないですよ。許さなきゃいけないですけど、会社、私はそういう苦しんで仕事をしなくてもいいという考え方ですね。無理やりお金のために仕方なくパワハラに甘んじることはないと思っています。シャンさん、神の愛こそパワハラから救われるたった一つの方法だと今朝の放送で学びました。悪コメもパワハラですよ。悪コメもパワハラです、ね。コメントで、相手をコントロールしようとしますね。コメントで相手をコントロールしようとする、それは暴言、意思の暴言ですね。悪コメも、パワハラです。ゆうさん、大人は子供を力で支配してはいけません。私はそれを身をもって経験しているので、自分の子供たちには人間同士の付き合いをしてきました。アメン。そうですね。親は子供にパワハラをしやすいですね。モーカさん、昔は上司からパワハラがあって、トラウマで苦しんできましたが、今はイエス様に従っていますので、許すことができました。イエス様の愛で癒されました。よかったですね、モーカさん。本当に多くの人はパワハラで苦しんでますし、またその後のトラウマで苦しんでいますね。それが許される必要があります。癒される必要があります。多くの人はまだ癒されてないんですね。多くの人はパワハラで苦しんでいます。しかし、イエス様によって救われる、癒される必要がありますね。癒される必要があります。親のしつけとパワハラの境界線。神の愛があって本当のしつけですね。神の愛がなければ、パワハラになってしまいます。経済格差を放置する政策もパワハラですよね。ですね、聖書的に言うとね、金持ちは、貧しい人を、搾取したり、やっぱりパワハラですよね。お金持ちは、ある種、それは、例外ももちろんあります。例外もあるけど、基本的にはお金持ちはパワハラなんですね。パワハラです。
お金の力で支配しようとする、ね、お金の力で支配しようとする、それは、マネハラといったり、マネハラ、お金で人を支配しようとする、それはマネハラですね。私が作りました、マネーハラスメント、マネーハラスメント、ね、これもパワハラですね。マネハラもパワハラです。ヒットさん、パワハラとはある程度の規模の集団や組織が形成されれば、そこには嫌がらせが必ずと言っていいでもいいほど発生します。ヒロさん、他人の困っていることを見て見ぬふりをするお金持ちはパワハラですね。そうですね。選挙に行かないことはですね、もちろんそれは、自由ですよ。選挙に行かなきゃいけないってことはないと思います。私はその選挙に行かない自由ももちろん、ね、あって、そういう場合もあると思いますよ。全部悪い立候補者だったらね、投票したくないじゃないですかね。だからそれは、その時のケースバイケースだと思いますね。その投票をですね、拒否することもありえると思います。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、なんとなくパワハラの本質が分かってきた。パワハラの本質が分かってきた。ああ、私ももしかしたら、誰かにパワハラをしてたかもしれない。ああ、それを悔い改めて、これからは力で人を支配するのをやめて、これからは神の愛で対応しようと決心した。または、悪いリーダーに対しても、信仰の範囲の中で、従っていこう、従順になっていこうと。そして一番は、イエス様に対して、素晴らしい最高のリーダー、最高のリーダーであるイエス様に従っていこうと決心する方、アメンと言ってください。アメン。イエス様に、従っていこうと決心する方、アメン。アメン。アメン。節子さん、父は昔、竹刀を持ってパワハラの人でしたが、イエス様に祈るようになって父を許してから、父は穏やかに接してくる人になりました。イエス様に感謝します。あ、よかったですね。節子さんの祈りで、お父さんが変わった、私の父もですね、実はそうですね、私の父も DV 主乱父でしたけど、イエス様を信じたら非常に柔和になりましたね。柔和になりました。アメン、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。どうぞ、アメンといった方々が、これからはパワハラではなく、力で人を支配するのではなく、神の愛で相手の自由意志を尊重し、相手の、愛の関係で、そして相手の従順を待って、力で支配しないで、相手の従順を待つような、そのような関係となりますよ。どうぞイエス様、世の中ではパワハラで苦しんでいる人がたくさんいます。彼らがイエス様を信じて癒されますように。またパワハラのトラウマで苦しんでいる人がたくさんいます。親のパワハラ、学校の先生のパワハラ、上司のパワハラ、さまざまなパワハラが世の中の根本的な問題です。その
パワハラで受けた心の傷で苦しんでいます。彼らを癒してください、イエス様。リスナーの中でも苦しんでいる人がたくさんいます。恨みつらみ、憎しみで苦しんでいます。怒りで苦しんでいます。どうぞ彼らの心、その上司や親を許すことによって、彼らが癒されますように、癒されますように、トラウマが癒されますように、憎しみがなくなりますように、怒りがなくなりますように、イエス・キリストに会って許します、許します。憎しみを捨てます、憎しみを捨てます。どうぞイエス様、彼らが、癒されますように、癒されますように。そして社会のさまざまな、そういうパワハラの社会にあなたの愛のが伝えられて、多くの人がパワハラをやめていきますように、多くの社会でパワハラが悔い改めによってパワハラがなくなっていきますように、社会が良い社会となりますように、良い社会となりますように。イエス様、どうぞどうぞ日本の社会を作り変えてください。パワハラ社会から、神の愛社会、神の愛社会に作り変えてください。日本を作り変えてください。日本を作り変えてください。このことがよく理解できる政治家が、選ばれますように。政治家がこのことに理解しますように。社会のリーダーがこのことを理解し、パワハラをやめていきますように。イエス様、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、ぜひ、パワハラということを通して私たちの社会の問題点が見えてきました。そしてそれは人だけの問題ではない、自分もそうだということですね。私たちは悔い改めて、決して力で人をコントロールしてはいけない。私たちはいつも励まし、慰めて、決して、無理やり、首根っこを捕まえて、言うこと聞けみたいなね、そういう暴言暴力で、ね、こうしなきゃこうしないぞ、言うこと聞かないぞ、お金あげないぞ、言うこと聞かないと、ね、もう火をつけるぞとかね、そういうですね、まさに力ずくで相手をコントロールする、まさにテロですよね、テロ。皆さん、そういうあり方、一人一人が問われています。一人一人が悔い改めて、ね、いい社会を作りましょう。それじゃあ皆さん、ありがとうございました。また夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を、良い一日を、シャローム。